戦争はやめよう、争いはやめよう。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。平和の使者です。本日なんですが、戦争をストップさせていきたいなというふうに思っておりまして、皆さんは自爆スイッチという最強カードをご存知でしょうか。自分のライフポイントが相手よりも、7000以上少ない時に発動できる。お互いのライフポイントはゼロになる、つまり引き分けができると引き分けができるんですよ、このカード。はい、今回はですね、もう遊戯王はやめて、戦争はやめて、もうあの平和に生きていきましょう。先行、まあ、実質先行引き分けデッキ作ってきたんで、やっていきたいと思います。あの1個言っていいですか。相手のライフ7000以上にしないといけないのやばくない？あのさ、そうなんかこういうカード実装してもいいと思うけどさ、なんかその発動条件ちょっとさ、なんか和らげたら、こういうカード、それかもうちょっとカードプール増やしたらと思うんだけどね。あのちなみに OCG の方だと自爆スイッチ結構簡単なんですよ。自分のライフを削って、もともと8000ライフあるんでね、もう自分のライフを1000以下にできればもう自爆スイッチの発動条件満たせるんで、結構先行で自爆スイッチ押して引き分けみたいなこと一瞬でできるんですけど、リンクスカードプール狭すぎるのと、その、まあ、手札が少ないっていうのもあって、相手のライフあの増やさないといけないんですよ。まずこれめっちゃきつくて、もう今回も撮影クソ大変だった。カードプール狭いし、なんか相手のライフを回復させるカードはいっぱいあるんですよ。あの OCG の方にはあのとてもたくさん3000ライフ回復するとかあるんですよ。あのね、リンクスに何にも実装されてなくて、なんかそのコンボパーツ6倍くらいなの、このデッキやばい。引き分けするためにめっちゃソルティアするっていうやばいこと起きてるんで、ちょ本当にマスターデュエルやった方がいい、こういうことするんだったら。はい、めちゃめちゃ苦労したんですけど、一応コンボ成功させてきたんで、今日はそのデッキというかその対戦をねご覧いただきましょう。あの最初の方コンボパーツ揃わなすぎてテンションめっちゃ低いですけど、ご了承ください。早速戦争をストップさせていきましょう。デュエル3倍、いやデュエルじゃなくてダメだな、ノーモアボースタップ。俺だってお前の持ち主、どうしようこのゲーム。行くぞ、手札から魔法カード発動。お、行くぞ。ワンチャンあんな、ワンある。創造の代行者 B だった。ワンある、ワンチャンシングあるで、ビーナス効果で神聖なる球体出すで、弾出して馬の骨。これ結構反応強いですけどね、割と。あー、もう割といいんじゃない。これ先打っちゃっていいよ。今の話の対価発動。いや、どうせ決まんないんだよ、こんなことしても。どうせ決まんない。あー、結構いいな。じゃあ、割と強いぞ。で、ちーちゃん効果。特殊召喚して、カードをお互いにワンドロー。しょっ。出たな。ワンダーワンドは使っちゃってもいいか。ワンダーワンド発動で、ワンダーワンドでちいちゃんにつけるで、ワンダーワンド効果、カード2枚ドロー。あー、オッケーオッケーオッケー。あ、意外これ結構いけんじゃないか。ドローソースも来てるしな。ワンダーワンドがあと1枚くらい来てくれたら結構強い動きできるけど。で、馬の骨の対価発動。あとはちょっとここでワンダーワンドを引きたい人生ではあるよ。あー、オッケー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 。これマジでこのワンダーワンドのあと1枚でワンダーワンド引いたら勝ちじゃない。これ闇の量産工場の効果を発動するぜ。ホーリーシャインボールの効果をは、墓地から手札に回収してもう一回出すぜ。創造の代行者ビーナスの横に玉を創造していくぜ。金の玉を創造していけ。金の玉を創造していこうとこ。そして創造の代行者ビーナスの効果を発動。ビーナスの効果によりボールを製造していくぜ。そしてレベル2のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚現れろ、シャインエルフ。いや、お前誰やねー。あのワンダーワンドのコストになるしかないのでそしてワンダーワンドを発動。ワンダーワンドの効果によりシャインエルフを対象に取り、そのモンスターを俺ですし、カードを2枚だろう。ワンダーワンド、うわー、ここで止まんの。でもこれあれか、
1枚ドローしてこれ燃えるものだったらいいのか、これ燃えるもやったら、燃えるもやったら勝ち、燃えるもやったら勝ち、はぁ、あ、これチェンジするしかなくね、これチェンジするしかねえ、これはチェンジするしかねえ、ちょ 50%2 分の1燃えるも、いやこれはもういいエディ、ちょ燃えるも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 、うわぁ、あとこれ発動したけど、これ発動してちょっとライフ言うんだけど、ホーリーシャインボール回収して、はいはいはい、でホーリーシャインボール出して、でこれで俺は残りライフは500、俺の残りライフは500、そしてお前の残りライフは4000、今からお前のライフポイント爆発的に回復させてやるぜ。そして特殊召喚一応あんま意味ないけど、お前実況するか、俺は2体のモンスターでオーバーレイ、シャインエルフをエクシーズ召喚、そしてターンを終了、無の連覚の効果によりこのターン手札を全て捨てなければならない、そして燃えるもは手札から墓地を食らった場合お前のライフポイントを1000ライフポイント回復させる、つまり3000、合計3000ポイントのライフをお前に与えるぜよし真実の目を発動、頼む魔法カードあってくれ、魔法カードあれ、魔導書だ、やった、オッケー、発生ライフ、あやべ、ちょっとボタンオンにするの忘れた、ボタンオンにするの忘れた、やばいやばいやばい、ちょっとボタンオンにするの忘れてもうた、いいだろう、ただ相手の手札的にはあんまり強くない、バーテル、いいだろう、シャインエルフの効果別に特に発動する必要はない、行け自爆スイッチ、ノーモアワオ、戦争はやめよう、戦争はやめようぜ、うおー戦争は良くない、争いは良くない、俺の名は平和の使者、全ての戦争を終わらせる男よ。